はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全化式丸5をお送りします。でこれでね5本目になりまして、またまた問題演習なんですが、今回はまたねちょっと違うタイプの問題を2問やっていきます。なのでできそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でまあ例のごとく一般項を求める問題なんですが、今回のこの2問、特徴はすごくわかりやすくって、まあこれですね、この辺分数が出てきてて、分母に an とか an プラス1、まあこの辺だね、こういう、まあこういうのが出てくる時にはこのやり方を基本的にはやります。で、すごくね、やり方はシンプルで、何するかっていうと、これ、an 分の1を bn って置いてやっていきます。だから、まず、bn イコール、an 分の1と置きます。で、これを置くことによって何ができるかっていうと、これが bn、これね。ってことは、これ bn プラス1に変えれるんです。なぜなら、この n のところ、n プラス1に変えれば、an プラス1分の1、こいつね、はイコール bn プラス1になるから、同時に変えれるんだよね。なので、こうやって置いてください。で、例えば、ここが2とかなってるとき、2とか、のときも、これで置いてください。なぜなら、ここを2って置いちゃうと、こっちが変えれなくなってしまうので、同時に bn で置きたいから、まあ、こうやって置くと。で、そうすれば、この式が、左辺は、bn プラス1イコール、ここ bn。これね。で、最後は影響を受けないので、そのまま書いてあげてください。n マイナス1乗。で、置き換えたら必ずね、セットで初項 b1 も書いておきましょう。で、b1 はここに1なんで、a1 分の1。つまり a1 2だから、2分の1と。こうなります。では、今、an から bn に話が変わったので、こいつの一般項を出していこうと。で、bn を左辺に、まあ持ってこなくてもいいですけど、持ってきて考えたときに、bn プラス1、マイナス bn がこれ。n が入ってるね。つまり、これ、隣同士引いたときに、n が入ってるものになってるから、階差数列なんだよね。この式の形から。で、あ、階差数列。だから、必ず忘れずにこれ。n が2以上のとき、からスタートして bn イコールで階差数列の公式ね。で今 bn について解きたいので、ここには b1 が来ます。こいつ間違えても a1 入れないようにね。2分の1プラスシグマ k イコール1から n マイナス1までのここの式を n を k に変えたもの、こうだね。さてどうしようかな、下いけるから、もう1行いくか。で、2分の1はそのまんま、プラス、これ、結局、等比数列なので、項比 r だから、3-1 分の、初項1なんで無視です。で、3の n-1 乗か。で、-1 イコール。で、これ、2分の 3n-1 乗と、-2分の1に分かれるんで、ここ消えるんですよね。こんな感じで。だから、ここが残るだけだから、結局2分の3の n-1 乗となります。で、解散はね必ず n が n イコール1の時成り立つか満たすかね調べなきゃいけないので、1を入れると上が3の0乗なんで1なんだよね。つまり2分の1になってるから OK だね、ちゃんとできてると。つまり書けるかな下で。まずこれはn イコール1の時をちゃんと満たしていますと。だからもう一般項は bn で OK、bn はね、これで OK ですって。よっしゃ、終わったっていう感じがするんですけど、最後出したいのは an なのね。で、この bn をここに戻してあげます。このね、この式を。で、ちょっと右と左ね、逆に書くと、さて、これ下がね、ここ入ってるかな？あ、入ってない。全然入ってねえや。じゃあ、まあ、右側の式もあるので、ちょっとごめんよ。いこうか。an 分の1、ここね。イコール、
2分の3の n マイナス1乗となってる。で、出したいのは an なので、これ両辺ともひっくり返します。逆数にくるっつって。そうすると、左辺は an になる。で、右辺もひっくり返すだけなので、n マイナス1乗分の2となって、これが答えになります。an イコール3の n マイナス1乗分の2。いいかな、まあ、こんな感じで解いてみてください。まあ、スタートここですね。こう置き換えるっていうところかな。で、次なんですけど、次もやること同じなんですが、最初にちょっとやんなきゃいけないことがあって、これね、右側の式あるじゃん、これ逆数にひっくり返します。で、ひっくり返すことによってこういう式に変えることができる。すごい解きやすい形にね。なんですけど、途中式を書かされる場合、これいきなりひっくり返すと減点もしくは×食らいます。で、まあ断る言葉はね、問題集によってとか先生によって若干違ったりするんで、そこ合わせてほしいんですけど、みんな、先生にね。一応、まあある程度無難かなと思うのは、条件より、an でいいかな。いいね。an は正。で、これが n がどの時もね、1、2、3より、これ何言ってるかっていうと、 an、まあ、a1 も a2 も a3 も全部正ですよねって。これ not イコール0の時もあるんですけど、これ a1 4分の1で正じゃないですか。で、 a2 っていうのはこれ1に、あとね、 n に1を入れるんで、3a1 プラス1分の a1 ってなって、4分の1入れても絶対負になることないじゃん。マイナスがもう出てきてないから。で、A2 が正だったら次もずっと正になるはずなんだよ。ってことは、条件見てこれが成り立ってますよね、みたいな。で、本当はね、厳密に言うんだったら、まだちょっと出てきてないけど、数学のね、数学的機能法を使って証明しろみたいな話になるんだけど、それをここでさせる先生はいないです、基本的に。だから、断りの一言を入れてれば、基本的に大丈夫なはずなので、まあ、俺はこれで書きます。あとさっきも言ったように先生に合わせてください、そこはね。で、より、これをひっくり返すと。で、一応書くかね、これもね、両辺の逆数を取ると、両辺の逆数を取るとここね。で、左辺ひっくり返したら、まあ、当然ひっくり返すだけなんでこうなります。こうね。で、こっちなんですけど、ひっくり返すと結論から言うね、結論は an 分の1プラス3になります。で、なぜかっていうと、これひっくり返すとこうなるでしょ。で、分数っていうのはこうとこうに分けることができるので、こっちが an 分の1なんです、今書いた。で、こっちは an 約分できるんで3しか残らないのね。で、そうすると見事にこの形になるじゃんか。しかもこっちより簡単なんだよね、ここ n がないから。っていうふうに変えることができましたと。で、あとは同じです。an 分の1を bn って置いて解いていく。で、ちょっと入るか不安なんですけど、ちょっと詰め詰めでいくね。1と置くと、まあ、さっきと同じですね。bn プラス1イコール bn プラス3。で、初項 b1 が、a1 分の1。a1 が4分の1なんで、4分の1分の1。これ4になります。で、これがね、もしちょっと分かりにくいという方は、どう考えるかな。こう、4分の1分の1なのね。で、小学校の時とかにもやりましたけど、例えば5分の2っていうのは、2割5なんだよ。そう、でもこういう状態だからね。2割5はこうなるから、分数っていうのは。で、同じように考えれば、これ1割4分の1なんですよね。で、割る分数っていうのは、かける逆数、1分の4に変わるから、だからまあ4になるんですけど、まあこういう風になると。まあうまく処理してください、ここはね。で、話を戻して、初項も出たと。で、さっき、解差って言いましたけど、今回、例えばこれ、こっちに持ってきて考えたら、bn プラス1マイナス bn、隣を引き算したら3になりました。これ何かっていうと、もろに等差なんですよね。3ずつ増えていきますよって言ってるだけだから。つまり初項4交差3の一般項を出せばいいだけなので、 bn イコール、まあ、ちゃんと公式使えますかね。初項プラス括弧 n マイナス1かける交差、つまり 3n プラス1か。
で、まあ、改札使ってないんで、もちろん N が1の時成り立つとか、そんなことを調べなくていいからね。で、BN 出ました。さっきと同じです。ここに戻して最後ひっくり返すから、いいね、これを AN を出すためにひっくり返すんで、そして今回はね、省略しちゃうよ。寄って入ってる、あ、全然言うとこっち AN イコール 3N プラス1分の1と、これで終了となります。いいかな。まあ、右に関してはね、さっきも言いましたけど、ちょっとここの断りの言葉は、これで減点とかになったら本当に申し訳ないので、学校の定期テストとかであれば、まあ、先生の書き方にねちょっと合わせてもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B の全科式丸5をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸6がですね、まあ、まだ続くんですよね、全科式。ちょっとまだ違うパターンがありますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。